燃えさしの実が察して役に立つとも思えんが、使いたいなら好きに使えばいい。内服薬が苦すぎる。子供の舌にはそうなのか。こうなると味がわからないのも不便ではあるな。手足や視力の不自由が俺への罰だというのなら、知らぬうちに随分と世界は手ぬるくなったものだ。涅槃。やっぱりここにいましたか。無限、そろそろ夕食ですよ。うん、わかった。返事ははいでしょ。前より行儀が悪くなってどうするんですか。ん？エッセル同じ、よくない？ああ、姉さんはいいんです。例えば、なんで？姉さんは星屑の町の一番年長で目上だからですかね。目上？目の上？タンコブ？はあ、次から次へと面倒な。ん？まだここにいたんだ。カトル、無限。おしゃべりもいいけど、食堂でみんなが待ってるよ。今行こうとしてたところですよ。姉さんの口癖のせいで話が長引いたというか。ん？口癖？食べながら説明します。無限、行きましょう。うん、涅槃、行ってきます。そっか、今日もまだ涅槃は眠ったままなんだ。うん、涅槃静か。寝てる、ずっと。起きる、ない。やれやれ、とんだ寝ぼすけですね。シスさんに一族を滅ぼされたことには同情しますけど、その復讐に星屑の町を散々巻き込んでくれて、復讐に利用したマガザンの残党に撃たれたのも自業自得でしょう。いつまでこうしてるつもりなんだか。うん、そんな言い方しなくても。カトル、涅槃怒る？大丈夫、怒ってはいないよ。無限の寂しい気持ちを知ってるから、涅槃に早く起きてほしいだけ。そっか、カトル優しい。はあ、あなたに暗い顔されてるとこっちの気分まで暗くなるからですよ。バカ笑いしてくれてた方がまだマシなんです。うるさいですけどね。うるさいない、する、できると、思う、頑張る。カトル困るだけ違う。うるさい、する、涅槃夢邪魔。
多分。涅槃、楽しい夢、見る良い思う。あなたの笑い声程度で起きるならとっくに起きてる気もしますけど。でも確かに、せっかく寝てるならいい夢を見ていてほしいよね。私もね、この間こんなに大きなケーキを食べる夢見たよ。そんなの一人で食べたら横に大きくなると思いますけど。夢だからいいんだもん。すごく幸せな夢だったし。楽しい夢見る、元気なる。そうそう、涅槃も元気が出るような夢を見てたらいいね、無限。うん、夢だけ違う。涅槃楽しい、嬉しい、いっぱいある、良い。起きる、起きてから楽しい、嬉しい、いっぱい。逃げる。そうだ、俺は逃げている。逃げ続けている。何から？そうだ、何から？例えばそれは刺繍立ち込めるカルム一族の里。そして例えば里の外の者たちから注がれるキイの目。毛色の違う子供を狙う人さらい。逃れられはしない、その全てから俺は逃げようとした。なぜ？何のために？マフィア相手にその態度、肝が座ってると褒めてやるよ。だがな、俺はお前の持ち主なんだよ。人さらいに捕まる間抜けを晒した時点でてめえにその目をする権利はねえ。せいぜい媚びてみせるんだな。死にたくなけりゃ。よっ！逃げて、逃げて、屈辱を受け入れてでも死を逃れ。大丈夫？ありがとう。いいよ、僕も寒いし。
生き延びることを望んだ理由。例えば、それは復讐のためだった。父を、母を、姉を、里の者たちを殺した彼への復讐こそが、残された俺の役割なのだと。だが本当に生き延びようとしたのは復讐のためだったのか。ただ死ぬのが恐ろしかっただけではないのか。散らばってたもんをクスシ連中に見せたがよ。てめえ、薬物の知識があんのを隠してやがったな。道具ってのはな、持ち主に使い道を隠すような真似しねえんだよ。それともそこのゴミと一緒に始末されちまいてえか？なあ。生き延びるために晒した技は、一族が暗殺者のそしりを受けながらも守ってきたものだった。いつか空の世界を蝕む者が現れた時、振るうべき技。一族の矜持そのもの。それを俺は、死にたくない一心で空を蝕む金薬を生み出すために振るい、なら俺は、俺こそが一族の矜持を殺し真に滅ぼしたものではないのか。技と共に受け継がれてしまった業ゆえに一族を手にかけた。かけざるを得なかった彼ではなく、俺こそが。どうぞ。無限、ただいま。エッセル、十天衆、お仕事片付くした？うん、今カトルと戻ってきたところ。シスもいたんだけど、団長と依頼で少し遠くの島へ行くらしくて、今度星屑の町に来るのは少し先になるからって、無限へ渡すものを預かってきたよ。お手紙違う？
これはね、お札って言うんだ。魔法が込められていて、効果はお札によって違うんだけど。これはシスが知り合いの夢占い師の子に作ってもらったいい夢が見られるお札なんだって。いい夢、涅槃に。うん、無限に渡してくれってことは涅槃に使ってあげてほしいってことだと思う。シス、エッセルもありがとう。みんな優しい、無限嬉しい。お返す、お返しする、必ず。私は持ってきただけだもの、これくらい気にしないで。優しい、する、くれる、無限とても嬉しい、お返しする、したい。無限は優しい子だね。あ、そうだ、そのお札は枕の下に置くと効果が現れるってシスが言ってたよ。おお、すぐ置く。涅槃、いい夢見て。楽しい、優しい夢。ここは涅槃、眠い？いや、少し考え事をしていた。考える？例えば？昔のことだ。もうどうにもならないことを考えていた。どうにも？怒ってしまったことはどうしようもない。例えば、お前の家族を生き返らせることなどできないのと同じだ。家族、例えば家族何？何か、なんだろうな。血のつながりだけを家族と呼ぶわけでもないだろう。共にあるだけのものを家族と呼ぶこともない。情があるだけでも家族ではない。なんだ、眠いのはお前の方じゃないか。質問の答えは考えておいてやる。もう寝たらどうだ。寝るない。お話しする、したい。寝る、起きる、涅槃ない。それは、いや、そうだな。いつまでもここにいるわけにはいかない。俺は行かなければ。涅槃、いつまでない？眠ない。お歌？ああ、お前は歌が好きなのだろう。
眠るなら子守歌を歌ってやる。子守歌？無限聞く。ああ、これは夢だ。これは夢。俺の見る、俺にとって都合のいい夢。罪も罰も何もない、そんな場所にいる資格は俺にはない。どうしてこんなにも当たり前のことに気づけなかったのか。本当にどうしようもないな。無限。